チャンネルの順でございます。本日もやってまいりましょう。エピックセブン、昨日ねアップデートでギルティギアシリーズが降臨いたしましたが、私ねやっぱりねまだまだ初心者すぎるということで、今日も早速やってまいりましょうか。スタート。はい、ということで本日も進めてまいりましょうか。ということでギルティギアシリーズコラボイベント開催されましたけど、実質昨日イベントでソウルがどっから手に入るのかななんていう話をしていましたけど、一応ここで4つ載っております。トーナメント報酬、クエスト報酬、交換所報酬、ミッション報酬で4体ここでゲットができるという形にはなっているようですね。早速ですが、私どんなとこまで行ったのかっていうのはこちら、デデンドバイケンの話まで進めておりましたという、まあちょっとスタミナ切れたんでここでやめたんですけど、ソウルの話、1から8までありますけど、まあそんなに難しくなかったですね。はい。で、この第2ステージとなっているバイケンの話が、エリアが、これも8まであるけど、S クエストが出てますね、ここら辺にね。挑戦準備という形。これ結構難易度高くなってるのかな、どうなのかね、ちょっとこれも楽しみですが、まあ今日中にはそこまでたどり着けるかななんでちょっと思っております。まだまだソルは0体のままでございます。そしていつも通り少しずつでもエピックセブンを勉強していこうという形でおはがき読ませていただきます。おはがきじゃないね、またコメントを読ませさせていただきますということで、今回5つ目、キクネコ芝居さん、蝶猫芝居さんと読んだらいいのかな、ちょっとわかりませんけど、読まさせていただきますと、動画配信お疲れ様です、いつもありがとうございます。モラゴラの種は制服の証、かっこショップ一番下の欄で週1回交換できるので毎週ウィークリーミッションクリアでできますよと。うん、制服の証は闘技場をやっていけば溜まっていきます。これからも頑張ってください、ありがとうございます。前回あの動画の最後の方でちょっと教えてほしいコーナーの枠でモラゴラの種というものが一体どこで手に入るんだっていう話をちょっと触れてみました。僕の見落としでしたね、確実に。ショップはショップで合ってたんだね。なんでそんな話になるかっていうのは、この正義の精霊の森からまあちょっとこれ全部育成したっていうんですけど、ここでモラゴラを1個作るっていうのがミッションクエストであります。で、昨日作ったので、もう今日ね、クリアはしている状況になっているはず。ちょっとね、薄暗くて見えづらいかもしれないですけど、ちょっと上の方に、精霊の森でモラゴラ一体を獲得します。これ、すでにクリアになってますね。でも、僕、クエストで2個だかもらった後、その後、もうモラゴラが手に入んなくて、どうしたらこれクリアしていくのかなーなんて思っていて、この辺で見つけたんだよね。伝承石のモラゴラの交換をできるという形で、これをゲットすればあのミッションクエストクリアできんのかななんてお話ししたんですけど、これはあくまで種じゃなくてモラゴラ直だから、これじゃあれクリアできないねっていうお話をしたんですよ。うん、そう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 。で、種どこにあんのかなって思ってこう探してもなかったなという感じだったんですけど、この下にあったんですね。あれ？どこだ？だいぶ下？あれ？制服。ああ、僕買っちゃったからか。2日後購入可能と。そうなんだ。ああ、週1回購入可能になってるね。2日後っていうと今日金土日か。ってなると、だいたいこれ月曜からが1週間の区切りになってるのかな？うん。そんな感じですね。ここで手に入れたらいいよということですね。ありがとうございます。本当に気づいてませんでした。そして、もう一つ。いろはさん、いつもありがとうございます。湾曲した牙は、例えば、キビルのスキルアップで使いますね、と。キビル？うん。例えば、ここで取れるのが湾曲した牙。あと、冷淡な凝視みたいなものは2つ、まあ、特殊のアイテムとしてもらえると。まあ、この素材が、キビルのスキルアップで必要か。ああ、これは結構、じゃあ、取っといた方がいいアイテムなんですね。なるほど。そして、先ほどの話していたモラゴラについて。モラゴラの種は、闘技場で貯まる制服の証とギルド内ショップの2箇所で入手できます。モラゴラ自体は、枯れる葉っぱを使って、なんて読むんだろう、これ。ね、ちょっと漢字がわかんなくてすみません。聖域でペンギン作成して売却やミッションで回収した伝承石で交換と
ということで、毎週3つはモラゴラ解消できるので、特に無課金で進める場合には毎週確実に入手できるようにしといた方がいいですよと。3つもできんの？ほう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 。お散歩集会、まあこれ今までねちょっとやっていたものですけど、最近は宝箱や餌の入手率の高い 9-4、9-7、10-3 でやっています。分岐マップの上手な回り方は他の配信者様の YouTube 動画で見ると分かりやすいかと。なるほど。体力消費に対して天空石、そしてしおり、ゴールド、売却、育成用の餌武器、星に餌キャラの回収率が高いので、異界は急ぐ時だけかなと。4月30日から各ドロップ率がアップできるので、自分も周回頑張りますということで、すでにドロップ率がアップしているという感じなんでしょうかと。これはかなりいいね、情報を得ましたね。お散歩集会には 9-4、9-7、10-3 でやっているという感じなんですかね。はい。そしてモラゴラが3つで、ギルド内ショップ、ギルドのところでも変えたのか。ギルドこちらですね。ドン。ギルドのメンバーショップかな。メンバーショップ。ああ、ここにもあるね。250で1個買える。うわ、結構しびれるね。週1回なんて250たまんないんじゃない？どうかな。いや、でもここでも貯めておこうか。まず1箇所。先ほどのショップで1箇所。ギルドショップで1箇所。あと1個がどこだ。まず今手に入れたのは種。じゃあ他にもう出来上がりのモラゴラを手に入れるんだったらやっぱりショップか。ということで計3個だよという感じになっているんですね。伝承石。50あるね。で、この中でこの電子緑のこの、これなんて読むの、銀の伝承石っていうのか、銀の伝承石を使う。金色の幻影とかいらないもんね。それ考えたらやっぱここはモラゴラでしょう。モラゴラいただきます。うん、今週まあこれであと15だから、あと2週間はねとりあえずいけるだろうと。どのぐらいのペースでこれが手に入るのかちょっとわからないんですけどね。という感じで毎週必ず3つもらえることができる可能性はありますんで、極力取れる時には取っておくという感じでございます。そしたらまあ明日のネタはスキルとかに関してになるかな。はい、ではちょっと今日はここにしたいと思います。はい、ということでまとめていきましょう。モラゴラの種は週2回で、モラゴラ自体は週1回、まあ貯めたアイテムで交換という形でゲットできるということが分かりました。つまりスキルを上げるための素材としてはこのモラゴラはぜひとも、取っておいた方がいいようなものなので、ぜひとも毎週欠かさず取っておこうと思います。はい。そして最後にちょっとメールね、もう一通読んでおきましょうか。こちらになります。ペンと、しょうちゃんセブンナイツの幸福さんから、自分も始めてみました。まだ3日目なので全然ですが、無課金でまったりやっていこうと思います。超まったりやっていこうと思います。そうですね、これやりだしたら止まらない、本当に止まらない。1日前のコメントですが、まあおそらく今日で5日目ぐらいにはなっているかと思いますけど、どんだけやってるかなーなんてちょっと思いますよね。はい、最後にですが、ご質問のコーナー枠でございます。新機能実装、その名はペット。これ実装されたんですが、なんとよくよく見ていくとプレイヤーランク35以上、私今プレイヤーランク31でございます。あとランク4上げたいのですが、このランク上げのおすすめっていうのは一体どこになるんでしょうかと。まあ僕の見解から言ってみたら、まあ戦闘のサブストーリーで物語、まあこの難易度ハードになったところでしょうかね、こちらをどんどん進めていくという形で経験値がゲットできるんじゃないかなと。もしかしたら例えばですよ、こちら使うスタミナ消費が大きいから高難易度行くよりかは、先ほどご紹介されていた9の4や9の7、10の3でやっています。餌や、お散歩の周回ができるところでぐるぐる回ってランクを上げた方が、スタミナ的にも美味しいですよとか、そういうのあるのかね。これちなみにスタミナ8ですね。8
8に対して、まあ、例えばノーマルの方を見ていこうか。冒険ノーマル、先ほども言っていたのが、まあ、9の4、9の7ぐらい、まあ9の7ありますので行ってみましょうか。9の7ぐらいだとスタミナが10か10か2多いね、2多い。ただ2多いけど、こっちで周回した方がランク上げに対しての経験値が入ってきやすいものなのか、ちょっとね、その辺もし知っている方いましたらね、ランク上げのコツみたいのを教えてもらえたら嬉しいかなと思っております。まあ結局は冒険だと思うんですよね。冒険系を回していく、あのコラボイベントの冒険シナリオみたいのをどんどんぐるぐる周回していくっていうのはおすすめですよという方もいるんじゃないかななんて思いますけど、まあもしちょっとね、あのその辺お詳しい方いましたら教えてください。ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。やめさん、バイバイ、ありがとうございました。